はい、本日はですね、こちら、ノースフェイスのバーサタイルショーツをね、ご紹介していきたいなと思います。かっここちら、2022年新色バージョンということでね、紹介はしていくんですが、僕のリスナーさん、あなた、ショーツ探してるんやったら絶対買ってください。っていうのも、僕、ここまで言うことないじゃないですか。まあ、人によったらいいと思いますよ。人によって悪いと言いますよ。とか言って、まあ、僕関係ないからええわーって思って言ってたけど、これに関しては、真夏絶対使えるんで、もうそれぐらい僕自信持って言えるんでね、ほんならちょっと聞いてみようやないかということでね、本日の流れとしてはですね、まずは僕が着用させていただきます。で、サイズ感とか見ていただいて、いろんなレビューもあるので、レビューの時ではこういうのありましたよとか、こんなんありましたよっていうお話をさせていただいて、使い勝手としては、こういう使い勝手の方いいですよとか、僕こういう使い方していますよっていう話をしてね、最後は価格、お値段で締めたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まずは、ズボン履いていきたいなと思います。せーので。はい、こちらが L サイズで着用しております。どうでしょうか。丈感はちょっと短めかもしれないですね。そんなに長い、こう、膝をかぶるぐらいっていうことはないので、もしかしたらこう、足を上げちゃうと結構キワキワまで上がってくるということで、この辺に関してはちょっとサイズ感もね、もうワンサイズ僕に関しては上げてもいいかもしれないですね。一応まあ去年買った XL がありますので、一回 XL に履き替えてみたいなと思いますが、こちら L サイズですね。では次いきます。XL です。はい、とズドンこちらです。XL がね、こんな感じになってるので、まあ丈が長くなるというよりかはちょっと幅がね、大きくなってる感じもせんではないんですが、そもそも生地が薄いので、あんまり横に張ってこないんですよ。生地が分厚かったり、ライナーがいっぱい入ってたりしたら、結構ガバガバしてくるんやけども、そんなにめちゃくちゃ薄い生地でね作られてるので、一回ね生地感測ってみたいなと思いますが、なんとですね 0.2 ミリぐらいの薄さになってるので、結構薄いんですよね。だからそんなゴワゴワすることもなくスラッと履けるっていうのがこのバーサタイルショーツになってるんですが、次ねどんな使い方がええのということですけども、これそもそも水陸両用で作られてるので、もちろん海もね水もいけるなんで、キャンプとかでも、ね、いけるんですよ。っていうのもさっき見てもらったみたいにちょっと幅広いでしょ。だから幅が広い分座ったりとかしやすいんですよね。で細めの幅のやつってやっぱり座ったりする時にグッてこうケツのとこ張ってきたりするんですけども、これに関しては幅広いから結構座ったり足上げたりとかもしやすいと、まあ、ただちょっと丈が短いのだけ注意しとかないとダメですけど、まあそれでもバギーズショーツぐらいなんかな、バギーズショーツと同じぐらいの丈感にはなってますが、バギーズショーツよりちょっと横がね太いかなと思います。そして次がね、夏ってやっぱりライナーつけてるとちょっと暑いでしょ。真夏のもう30度35度超えた時って、もちろん頭とか上半身も暑いんやけども下半身も暑いんですよね。ってなったらもうライナーなんかついてる場合ちゃうでって言われたらね、これなんですよ。これライナーついてないんでめちゃくちゃ快適に履けますよと、まあ、皆さんおそらくねこの中にビッグマグナムをね仕込んではると思うんですけども、そのマグナムをね安心して入れるぐらいのこう広さというか余裕があるっていうところもね、男子には分かっていただけるんじゃないかなと思います。もしこれがねこう窮屈になってきたりしたら、こうマグナム夏の陣なんて言ってねちょっと群れてきたりすることもあるかなと思うんですけども、これに関しては開放的な気分で履けるんじゃないかということと、僕に関してはねこれも真夏になってずっと毎日履いてるんですよ。っていうのもね、洗濯とかも乾燥機ガンガンかけていいし、洗濯何も気にしなくていいで、それでもって乾きが早い、そして薄い、もう言うことないんですよ。で最後に価格は言いますけどね、価格的にもそんなに問題ないってなってきたら、困ったら毎日履いとけというようなねパンツになっております。で今半袖にこうやって着てますけど、例えば長袖にした場合とかやったらこういう感じでね、これはこれで結構大人っぽい雰囲気もあるじゃないですか。こう長袖に半ズボンみたいなで、ノースフェイスやからもっとなんか子供っぽくなるんかなと思ったら、あこれはこれでいけてるやないかと。だから9月のちょっと肌寒い時なんかは、上さっきまで半袖着てたんやけどちょっと半袖寒いなと思ってロンティーに着替えて、下はねバーサタイルショーツ履いときゃいいんよということなんで、最後にねもう一回言いますね。まず素材的に洗濯が楽ちんで、サイズ感的にも足が上げたりとかもしやすい、それでもって水とか陸とか関係ないいろんなシーンで履ける、この万能さってね、もう言うたらショーツ界のクロセのスパイスみたいなもんなんですよ。例えば白米食べたいなってなったら、それはもうクロセのスパイスつけときゃいいんよと。あ肉食いたいな、それもクロセのスパイスつけときゃいいんよ。なんか野菜食いたいな、それもクロセのスパイスに、ドレッシングなんかいらないよということで、クロセのスパイスってね1本あったらめちゃくちゃ使えるじゃないですか。あれと全くいいですよ。このショーツもね1本持ってたらめちゃくちゃ使えるってことなんで、とにかく万能パンツでございます。なのでね僕は1本持ってて間違いないですよと。で最後に価格言いますね。値段がこれいくらかと言いますとですね、5800円の消費税6380円ということで、大体アウトドアメーカーのねこうやってショーツずらっと並んでますけども、最低価格がやっぱ6000円ぐらいからなんですよ。で上はもちろん1万円2万円3万円ってあるんやけども、最も低価格というか、まあ、コスパのいい感じの価格帯で、なおかつ修理とかも対応はしっかりアウトドアメーカーからあるし、安心してマグナムもこうやって保管することができるし、それでいてクロセのスパイスと同様に万能であるということなんでね、ね、まず1着は持っといてくださいと。で、僕の動画見ていただいてね、たまにこう街中でね、あ、高田さん見てますとかね、あ、高田さんチャンネル登録させていただいておりますとか、高田さんこれからも頑張ってくださいってね、言っていただけるのはありがたいんですけども、このパンツは履いてるかどうかを確認します。あれ、万能パンツ履いてませんよねと。それ本当に僕の視聴者なんですかと。あ、万能パンツあなた履いてません。僕の視聴者ですねって言ったらね、いえいえ、僕見たことないですって言われて、それはそれでショックなんですけども、たまに街中でもいてますよ。あ、高田さんって言って声かけてきてくれてね、あ、ほなじゃあ一緒に写真撮りますかって、あ、それはいいです。あ、それはいいんかと思ってね、まあ終わったりはするんですけども、まあそれぐらい何が言いたかったかというと、万能であるということなので、ね、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ノースペースのバーサタイルショーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。